皆さんこんにちは、山本義則です。今回も竹田さんからの質問に答えていきたいと思います。ずばり今回のテーマなんですけども、はい、ダイエットの時にこう食事だけじゃなくて運動、特に筋トレが大事っていうのはこの番組で散々ご紹介してきました、はい、ただちょっと気になることが1個、実はツッコミが僕先日いただいたんですね、はい、どこの部位でもトレーニングしたら痩せるのかっていう。やっぱトレーニングすればいいというものではなくて、ね、痩せやすいトレーニング、あんまり意味のないトレーニング、はい、とかあるんですけれども、まあ、例えば握力のトレーニングとか、この辺やってもですね、そんなにカロリー使わないというのはもう直感的に分かるかもしれません。握力とか、あと前腕とか、あとまあふくらはぎ、ただまあふくらはぎの筋肉ってとても大事、体の中の血液循環の折り返し点、ふくらはぎの筋肉を鍛えることは大事なんですけれども、消費カロリーとしてはそんなに多くない。小さい筋肉を鍛えてもあんまり意味はないかなと。トレーニングでも大きな違いが出てくると。女性の方とかよく綺麗な顔になるエクササイズとかって、いろいろ顔を動かしてみたり、下を動かしてみたりみたいなやつありますけど、あれダイエットの効果としてはどうですか？トレーニングではないですね、まあ、ダイエットといいますか顔を痩せ効果、ある程度動かすことによって表情筋をほぐしてあげて、それでまあ表情を柔らかくするとか、そういうのは少しは期待できるかもしれませんけれども、脂肪が落ちるってことはまずないですね。顔の脂肪を減らしたいって時に一生懸命噛みまくる人、格闘家の方とか、食って食いしばるために、はい、あの犬のガムとか噛んだりとかありますけど、はい、ああいうことやっても別に顔痩せするとは限らないと思います、ね。はい、実は顔の筋肉って顔の全体の筋肉でいうとそんなに多いわけではないんですね。顎の筋肉ばっかり鍛えられるみたいな感じで、まあ、下手したらエラが張ってくる可能性があるんじゃないかと、まあ、そこまでなるってことはまずないと思うんですけれども、まあ、例えばガムを噛んだから顔の筋肉が鍛えられるとか、そういうことはないですかね。じゃあ例えばですけど、ボディービルとかやってる選手、結構減量の後半分割が細かくなってくると、はい、腕だけの日って作る方いると思うんですけど、はい、腕だけの日って正直脂肪燃焼で考えたらそんなに効果ないんですか？腕だけとなりますと、例えばバーベルカールを全身使ってやるみたいな感じであれば、はい、ある程度は消費カロリー多くなるかもしれないんですけれども、ちゃんと腕だけを鍛えたということになりますと、そんなにはダイエットの効果ないんじゃないかなと。逆に一番運動効果、ダイエット効果が高くなるような種目の特徴とか部位っていうのありますか？はい、それはもちろんやっぱり大きい筋肉、はい、多くの筋肉を使う、うん、まあ、皆さんパッとスクワットが思い浮かぶかもしれないんですが、スクワットよりもむしろデッドの方がですね、上半身使いますから、同じような動きであってもデッドの方がおそらく多くの筋肉を使う、まあ、もちろんハーフのすごい狭い可動域では意味がないんですけれども、はい、ある程度、まあ、床からとか、あるいはデスピット、はい、ちょっと高い台の上に持って行うデッドとか、そのあたりだと上半身かなり背中なんかも使いますし、スクワットよりも多くの消費カロリーを使うと。そしてもう一つ、大事なのがですね、運動量ということで考えますと、はい、例えばプランク、止まった状態だとあんまりカロリー使わない、ね、これもちょっと直感的に分かるかと思います、はい、プランクとか、あと空気椅子とかですね、はい、そのような止まった動きだとあんまり効果がない。あとネガティブを意識すること、筋肉というのは炎症が起こって回復するときにそれだけ ATP が使われる、はい、ネガティブとかで筋肉に強い刺激が与えられると、回復させるためにとてもエネルギーが使われると。ですのでゆっくりと下ろしてネガティブを効かせるようなトレーニングも非常にカロリーを使うと。5秒4秒スピーディーとかですね。そうです、まあ、それをデッドでやったりはもうすごいことになるんじゃないかなと思います、はい、なるほどですね。本格的な質問になっちゃいます、はい、具体的に先生で、じゃあダイエットをするために今ジムに通ってる人のためにこの冬用のプログラム作ってもらいたいです。やっぱり全身法が一番いいんじゃないかなと思います。全身法ですと、まあそれだけ消費カロリーも多くなりますし、1回に1つの場所を鍛えるセット数が少なくてなりますので、それだけですね、回復も早くなって、全身を例えば週2回週3回刺激できるようなやり方だとかなりいいんじゃないか。全身がきついという方は2分割で2の週4回トレーニングとか、そういう感じにするとかなりいいのではないか。で、まあ、例えば全身法にしますと、まあ、今のデッドはもちろん入ってくるんですけれども、デッドとスクワット同じ日にやるとちょっときつい、あと腰への負担なんかもありますので、その日の足のトレーニングはあんまり腰に来ないブルガリアンスクワット、ブルガリアンでしたら腰の負担も少ないですし、あと大臀筋への刺激も強くなったりしますので、ですので、まあ、ブルガリアンとデッドをまず2大種目として考えまして、でじゃあ上半身何するかなんですが、まあ、皆さん結構意外かもしれませんけれども、上半身で一番大きいのは肩の筋肉
大胸筋でも広背筋でもなく三角筋が上半身で一番大きい、はい、ですので肩の筋肉なんですけれども、これ例えば3種目全部バラバラにやると結構時間もかかってしまうので、はい、もしダイエット目的ということでしたら3種目前横後ろを連続でやるトライセットなんかもいいんじゃないかなと。気軽に手軽にできるのは、まずダンベルのサイドレイズをやって前傾してリアレイズやって、そのままアーノルドプレスみたいな、あるいはまあケーブルでワンハンドでサイドレイズリアレイズフロントレイズとか、そんな感じでですね3種目を連続で行う方のトレイン、かなり消費カロリー多くなるかと思います。そしてまあ胸とか背中なんですけれども、大胸筋について言いますと、やっぱり多くの筋肉を使うという点ではグラグラする動き、スタビライザーの使われるトレーニング、はい、マシンとかバーベルとかよりもダンベルがいい、ダンベルベンチプレス、インクラインダンベルベンチプレスでもいいです。それだとより多くの筋肉、より多くのスタビライザー、モーターユニットが働かせられると。で背中についてはまあやっぱチンギングですか。なるほど、まあ、チンギングやった後デッドやれば問題ないと思いますので、まあ、このあたりのですねダンベルベンチプレス、チンギング、肩のトライセット、ブルガリアンデッド、余裕があったら腹筋やるみたいな、全身をまんべんなく鍛えられますし、かなり消費カロリーも多くなる。これをネガティブを効かせてやると、トレーニングで痩せるのに一歩近づく。全身コーナーって今週3回とおっしゃってました、はい、2分割の場合は、同じ部位を週2回とおっしゃったんですけど、はい、ここ重量選択、そのいわゆる回数ですね、回数選択ってどのぐらいの回数の重さがいいんですか。まあ、普通にです、ね、上半身下半身でちょっと変えて、はい、上半身は少なめ、下半身は多め、筋肉量増やすのなんかでもいいんですけれども、例えば週3回やるんですったらヘビー、ミディアム、ライトというふうに変えてもいいですし、あるいはまあ一つの場所週2回ということでしたらヘビーとライトみたいな感じでもやってもいいです。でまあ筋力伸ばしたいという方でしたら両方ヘビーでやっても全然問題ありませんので、これはもう求めるものですね。ただダイエットしたいということでしたらそんなにヘビーでやらなくてもいいんですけれども、筋肉量を増やしたいということでしたら1日はヘビーでやった方がいいです。全部ライトでやってよく言いますね、減量始めると30レップぐらいの前設定やる人いますけど、はい、これは逆にどうなんですか。これがさっきお話した筋肉の炎症を起こさせて回復に時間をかけるということがちょっと弱くなる、軽い重量だとやっぱりそれだけ筋肉の炎症とかもあんまり起こりにくくなってしまいますので、消費カロリーとしては確かにあの仕事量としては多くなるんですけれども、回復に時間が、まあ、そんなに炎症が起こらなくて回復が楽ということを考えると、全部ライトというのはちょっとどうかなと。でもミドル系の中重量か高重量がベースにあって、はい、入れるんだったらおまけのライトが1個入る。そうなります、はい、あと先生気をつけなきゃいけないことって何か他にありますか。過ごし方や食事など、やっぱり一番大事なのはトレーニングではもちろん消費カロリー増やすことができるんですけれども、日常生活、ダイエットで一番大事なのって結構日常生活なんです。トレーニングしても痩せないという人の多くはトレーニングして疲れちゃって日常生活でダランとしちゃう、それだとあんまり意味がないですね。ですので、まあ、日常生活でちゃんと活動的に歩いたりとか階段登ったりとか、そういうのをちゃんとやった上でトレーニングするということが大事です。それはまあアクティブレストにもつながりますのでね、トレーニングで疲れたからといってもダランとしないこと、これがまあダイエット目的だったら一番大事なことになってくるかと思います。消費カロリー増やしすぎるのはどうなんですか。オーバーワークにならない程度ですね、普通にまあ消費カロリーがもっと増やしすぎたのであればその分ちょっと食べればいいわけですけれども、まあ、目的がダイエットということですと一気に消費カロリーだけ増やすともうオーバーワークになりますし、結構メンタル的にやられちゃうというか、すぐにモチベーションがなくなって燃え尽きちゃう、よしダイエットだと思って一気に頑張るとすぐやる気なくなっちゃいますので、まあ、無理せずですね、ちょっとずつちょっとずつ体を慣らせていくようなやり方がいいかと思います。今回はダイエットに向いているトレーニング、向いていないトレーニングについてお話しいたしました。面白かった、興味が持てたという方はチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。